19世紀後半から20世紀初め頃の開封のユダヤ人開封のユダヤ教徒は中国家南省開封市に数百年間存在したユダヤ人のコミュニティ。現代の中国では広くユダヤ人を中国語で上富都なお富都市と呼ぶが周辺の漢民族からユダヤ教は長筋教とも呼ばれていた。これは剣を取り除く宗教という意味で ユダヤ教の食事規定シュルートで動物の代替の剣を食べてはいけないと規定されていることに由来する。歴史資料によると、開封のユダヤ人コミュニティは遅くとも壮大には成立し、19世紀末まで存続していた。開封のユダヤ人の先祖は中央アジアから渡ってきたと推測されている。また、1163年にウスタドレイウェイという人が宗教指導者に任ぜられ、 学習堂や儀式用の浴槽、コミュニティ共同の厨房、コシェル肉供給のための屠殺場、カリアンの祭り用の天幕などを併設したシナゴーグが建設されたという報告もある。儒教の道徳、倫理の原理が支配的な環境にあって、このような独自の宗教的、民族的な集団が700年以上にわたって集団なく存在していたことは、 中国史及びユダヤ史上にも稀な現象である。秋世には、ユダヤ人は皇帝からもぐさ、石、甲、金、理、長長の七つの姓を授けられ、これらは今日でも見識することができる。これらの姓は、本来のユダヤ人の氏族の姓エズラ、シモン、コーエン、ギルバート、デビー、ジョシュはジョナサンをそれぞれ中国風にしたものであるという。 これらの姓のうちの二つ石と金は西欧のユダヤ人の姓に多く見られるストーンやゴールドと一致している。中国にもユダヤ人コミュニティが存在していることは17世紀初めにイタリアのイエズス会の司祭マテオリッチが開封出身のユダヤ人に会うまで広く知られてはいなかった。1605年にリッチはモグサデンという名の開封出身の若者と出会い、 モグサデンはリッチに自分が一神教の信者であると説明した。また、モグサデンは、キリスト教の幼いイエスキリストを抱いた聖母、マリア像を見て、旧約聖書のリベカと、その息子エサウ、またはヤコブの像だと信じ込んだとも記録されている。モグサデンは、自分が海風出身で、そこには多くの同胞がいると言命した。リッチは、最初に海風へ、 中国人のイエズス会員を派遣したのをはじめ、その後も多くの会員を派遣した。これにより、開封のユダヤ人コミュニティには、霊溶紙寺と呼ばれるシナゴーグがあり、豊富な宗教文書を有していることが発見された。1850年代の太平天国の乱で、コミュニティは一度離散へと向かったが、その後ユダヤ人は再び開封に戻ってきた。 開封では三つの石碑が発見されており、最古のものは1489年の日付がある、十立精神磁気碑で、1163年のシナゴーグの再建を記念したものである。碑文には、漢王朝時代にユダヤ人がインドからやってきたと記されている。また、宋の皇帝と越見した、歓声を持つ70名のユダヤ人の名が挙げているほか、始祖アブラハムから、 バビロン補修時代の預言者エズラまでの信仰の伝承も記録されている。二つ目は1512年の日付がある、孫数道教寺シナゴーグで発見された、ミコトタタリ道教寺機秘で、ユダヤ教で実践される宗教行為が衝述されている。三つ目は1663年に、精神寺の再建を記念して建立された、指導実古引で、 前述の二つの石碑の内容が繰り返されている。石碑のうち二つには、南宋の武将、学碑の背中にあった有名な入れ墨についての言及がある。入れ墨の文言、人中報告の文字が、1489年の石碑で、ユダヤ人の祖国への限りなき忠誠心について述べている部分に記されている。また、1512年の石碑には、中国の軍隊における、 ユダヤ人の兵士が祖国へ限りなく中世であると同じ文字を用いて記されている。また、この石碑にはイスラエル人が学費の軍の兵士として戦ったという記述もある。20世紀初頭のカトリックの司教、ジョセフ・ブルッカーは、マテオリッチの思考の研究により、開封のユダヤ人コミュニティは500から600年間存続しており、 16世紀後半から17世紀初めまでの間に開封に居住していたユダヤ人は10から12世帯であったとしている。また、立地の趣向には多数のユダヤ人が公衆にもいたと記述されている。この記述は、後に南宋の構想として即位した長官前が成功の変で公衆に逃れた際、多くのユダヤ人の中心たちが同行したことを示しているのかもしれない。 実際に1489年の石碑には、成功の変の後に、ユダヤ人が開封から脱出する様子が記述されている。世界の他の地域の離散ユダヤ人から隔絶されて、いたにもかかわらず、開封のユダヤ人コミュニティは何、世紀にもわたり、独自の伝統、習慣を保持していた。しかし17世紀に入ると、ユダヤ人と、漢民族、海賊、 満州族などとの雑婚率が増加し、このような独自の伝統は周辺に同化して失われていった。1860年代にはシナゴーグが破壊され、コミュニティの消滅へとつながった。しかし、1867年に西洋のユダヤ人として初めて開封を訪れた JL リーバーマンは、彼らはまだ独自の埋葬方法を保持していると記している。また、 上海のビジネスマン、SM パールマンは1912年、彼らが遺体を収める棺は、中国式のものとは異なる形状である。彼らは、他の中国人のように、死者に、生前の衣装を着せたりせず、アーザブで包むと記録している。今日も開封には、当時のコミュニティを先祖とする住民が600から1000名ほど居住している。他の地域からのユダヤ人旅行者との接触により、 開封のユダヤ人は、ユダヤ文化の主流に、再び合流した。各ユダヤ人団体から援助され、開封からイスラエルへ移住した者もいた。ロンドンの東洋アフリカ研究学院の研究者、春長博士は、開封のユダヤ人コミュニティの存在の信憑性に、疑いを示している一人である。博士はその論説の中で、開封のユダヤ人コミュニティは、西洋文化による、 巨構の創作物であると主張している。博士によれば、開封には1851年までトーラーの巻物がなく、しかも発見と同時に突然、西洋の熱心なコレクターに売却されたという。また、開封のシナゴーグを描いた絵は、本来はシナゴーグのように見えなかったため、西洋で改ざんされたという。開封のコミュニティはいかなる意味においてもユダヤ的ではなかった。 と博士は結論づけている。政治的な要因により、開封のユダヤ人や中国のユダヤ教の研究は、政治、文化の改革が始まった1980年代初めまで停滞していた。1992年には、中国とイスラエルの外交関係が樹立されたことを契機に、ユダヤ教や中国とユダヤ人との関係史への関心が再燃し、 とりわけナチスドイツ時代の2万5千人ものユダヤ人の上海への疎開の事実などにも改めて光が当てられた。開封のユダヤ人は周辺の中国人との根血が進み、外見上は非ユダヤ人の住民との見分けがつかない。現在のラビユダヤ教では母親がユダヤ人であることがユダヤ人たる条件とされているが、中国のユダヤ人の間ではユダヤ性は 父方の冒険で伝わるものとされていた。その結果、中国のユダヤ人がイスラエルの市民権を得る場合は、機関法の規定により、回収手続きが必要となる。今日の開封のユダヤ人コミュニティの子孫は、自分の先祖について明確に認識しているものは、ほとんどいない。しかし中には、両親や祖父母から、自分たちがユダヤの家系であり、いつの日か、 約束の地に帰るということを聞かされたことのある人もいる。彼らを他の住民と区別する一つの特色として豚肉を食べないということがある。最近の国勢調査では海風に居住しているユダヤ人は400人ほどであることが判明している。現在ではおよそ100世帯500人から1000人ほどがユダヤ人を先祖に持つと見積もられているが実際に ユダヤ的な習慣を実行している人はそのうち40から50人しかいない。どこの国においてもユダヤ人の人口を正確に見積もるのは難しいものであるが特に中国においてはある民族の人口が個々の公における態度により左右されるためほとんど不可能に近い。例えば満州族の人口は新朝の時代には200万人。 ほどとされていたが、新朝滅亡後は、満州族が迫害を恐れたため、続いて行われた国勢調査では、たった50万人しか満州族であることを明らかにしなかった。しかし、少数民族に対する政策が変わり、権利が保護されるようになると、満州族の人口は一気に500万人にまで増加した。開封やその周辺には、ユダヤ人を先祖とすると主張する者の,の数は、 数十万人ほどにもなる可能性がある。このような状況から今のところ国外のユダヤ人コミュニティは中国のユダヤ人に対してあまり大きな関心を示していない。しかし最近でも開封のユダヤ人一家が正式な回収手続きを経てイスラエルの市民権を得た例もある。この一家に続く動きが出るかどうかは未だ推測の意を出ない。中国在住のイスラエル人で 東アジア研究家のノアム・ルバッハ博士によるドキュメンタリー映画ケイフェングエルサレムはこの一家の試練を描いている。イギリスの歴史家で放送作家のマイケル・ウッドは1992年のドキュメンタリー番組レガシーにおいて開封の今も棚派の教えを伝えている宗派のいる路地として知られている場所を歩き今日も開封にユダヤ人が住んでいるが彼らは 現在の政治的な風潮のため、自分がユダヤ人であることを明かすのを嫌がっていると述べている。このドキュメンタリーは書籍としても出版され、その中で、門扉にメズーザーが取り付けられていたり、今にメノーラーが置いてある家屋を今も見ることができると説明されている。また、イスラエル生まれのカナダのユダヤ系映画作家、シムハー・ジャコボビッチのドキュメンタリー、 映画クエスト・フォーザロスとト,トライブスの中には、取材班が開封の年長のユダヤ人の家を訪れ、そこで、彼が開封のユダヤ人の歴史を語ったり、古い写真を見せたり、自分がユダヤ人であることを証明する書類を見せる場面がある。2002年のアメリカのドキュメンタリー映画、ミニャン・イン・ケイフェングは、現代の開封のユダヤ人の子孫から開封へ、 招待された海外からのユダヤ人旅行者の記録である。21世紀、中国な王の研究員とシャーベイイスラエルは、開封に教師を派遣し、ユダヤ教とキリスト教をルーツに持つ、アメリカ人のティモシー・ラーナによる先駆的な活動をもとに、同地区の市民がユダヤの遺産を学ぶ取り組みを支援していた。しかし、2014年、中国の当局はユダヤの学校を閉鎖し、 また、2015年の夏までに、両機関の教師を国外に追放した。さらに、市民の集会を禁止し、開封ユダヤ人に関する、博物館の各種展示の公開を中止しただけでなく、ユダヤ系の団体旅行も禁止し、ユダヤ教の礼拝堂を閉鎖した。当局との対立はその後も数年間に、わたって続いた。現在、開封ユダヤ人の子孫の支持者らは、 中国の当局に開封ユダヤ人の風習を認識してもらい、そして興味を持つ者が中国のユダヤ教の生活を実践する行為を許可してもらうために方策を模索している。ユダヤ史と中国の宗教の教師、ティベリウ・ワイスは、著書ザケイ・イフェング・ストーン・インスクリプションス、ザ・レガシー・オブ・ザ・ジューイッシュ・コミュニティ・イン・エンシェント・チャイナの中において、戦術の 開封のユダヤ人によって残された三つの石碑の碑文を独自に翻訳して発表した。石碑は開封のユダヤ人たちが中国化し消滅していこうという中で自らの信仰や歴史を後世に残そうとして制作されたものであり、ワイスの翻訳からは様々な可能性が考えられている開封のユダヤ人の起源のうちの一つを知ることができる。ワイスによれば バビロン捕囚の後期限前6世紀に異民族との婚姻を理由に預言者エズラにより追放され、インドの北西部に移住した氏族レビ族と司祭の一族が開封のユダヤ人の起源であるという。彼らはそこに何世紀もの間定住していた。これらのユダヤ人は、インド北西部から姉化へ移り定住しているところを、紀元前108年より前、災域を平定し、 関帝国の半島を広げるためこの地に派遣された、前漢の将軍履行により発見された。この時から、東大後期まで、ユダヤ人は徐々に中国国内に広がっていき、土着の漢民族との雑婚や婚結寺も増えていった。しかし、党の皇帝武装による海省の廃物により、仏教をはじめゾロアスター教、マニ教、ケイ教、イスラム教、 ユダヤ教などの外来の信仰が弾圧され、これらの寺院も破壊され、中国固有の信仰である儒教や道教の寺院に作り変えられた。ユダヤ人が中国に再び帰ってきたのは、知識欲旺盛な北の層の体操がアジア各地から優秀な人材、学者を登用するようになった頃である。上実の石碑には、当時の皇帝がユダヤ人たちに語った言葉として、 という言葉が出てくるが、従来はこの語を誤って、来ると訳されていたため、西洋の中国研究者は、ユダヤ人が中国にやってきたのは壮大になってからだと考えていた。しかし、前述のワイスはこの語を正しく、帰ると訳しており、ユダヤ人が以前に中国に居住していたこと皇帝が知っており、彼らの帰還を歓迎していたことを示しているという。それから、皇帝は、 ユダヤ人が総王朝の庇護のもとに居住し、先祖伝来の信仰を保持することを許した。開封のユダヤ人自身が残した文献はほとんどない。しかし、オハイオ州シンシナティのヘブライユニオンカレッジには重要な文書のコレクションが保管されている。このコレクションには漢字で書かれたシットゥールやヘブライ語の聖書の写本などが含まれている。この聖書の写本は ヘブライ語の母音記号の表記に誤りがある点で興味深いものである。明らかに母音記号の仕組みを理解していないものに書者されたと見え、ーンを表すヘブライ文字はいくつか語記がある以外は正確であるが、母音記号が記されている場所がでたらめで音読しても全く意味のないものになってしまうのである。ヘブライ語は本来死因のみで表記されることが多いため、学識のある ユダヤ人は母音記号をあまり重視していなかったのであろう。ありがとうございます。